どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA 東急クラブ級クレジットカードですね、ポイントサイトに、案件復活してきてるんですよね。でこちらね、結構ポイントもね、まあまあアップしておりますんで、もしね保有されてない方は結構おすすめですので、解説ねやっていきたいと思うんですけども、こちらですね、 ANA 東急クラブ級クレジットカードですね。で、今回は、ポイントサイトの案件もそうなんですけども、 ANA のね、三井住友カードの、これはポイントとコースっていうのもね、今回ね一緒に解説させていただいて、このポイント制度っていうのは、還元率はね変わんないんですけども、ちょっとね6月1日から変わるんですよね。そちらもね一緒にね解説、やっていきたいと思います。でまずですね、このANA 東急クラブ級クレジットカードの基本スペックなんですけども、まずね、年会費が2000円っていう風になっております。でこちら初年度無料です。で、三井住友カードですので、マイペースリボの登録、ウェブ明細、年間1回の利用で、割引制度があります。でこれ割引制度を利用すると751円までね、割引することができます。で、こちらね還元率なんですけども、ANA のね三井住友カードの場合、あの一般カードはですね、コースによって還元率変わるんですよね。ですね、ちょっとこちらね後で、解説させていただきますね。で貯まるポイントが、ワールドプレゼント、三井住友カードの、ポイントですね。で有効期限が2年間で、 ANA マイルね最大還元率が 1.35% っていう風になっておりますんで、この 1.35% にね、ちょっと詳しく知りたいという方はですね、こちら ANA マイルをね貯めるクレジットカードのね最大還元率の動画出しておりますんで、そちら概要欄に貼っておきますので、そちらね見ていただけたらなと思います。で、継続&入会で、1000ANA マイルがもらえます。で国際ブランドはマスターカードで、発行元はね、今まで結構話してました三井住友カードが発行しているクレジットカードとなります。で、発行にするにあたってですね、東急クラブ級クレジットカードはですね、クレジットカードを発行する時点でポイントの自動移行のね参加の有無っていうのを聞かれるんですよね。自動5マイルコース、自動10マイルコース、応募しないっていうね、あの項目でね、クレジットカード発行するときに、出てくるんですけども、こちらはですね、選択肢としては、応募しないにして、クレジットカードね、発行するようにしてください。この選択肢以外にもですね、ポイントを交換する、選択肢としては、応募5マイルコースと応募10マイルコースっていうことで、2つ、全部でね4つのコースがあるんですよね。いや分かりづらいですよねでまず自動5マイルコース、応募5マイルコースを選ぶと、ワールドプレゼントから ANA マイルに交換する手数料は無料なんですよね。その代わり還元率が 0.5% に下がってしまうんですよね。で、これがね自動10マイルコース、応募10マイルコースを選ぶと移行手数料は年間6000円かかってしまうんですけども、還元率が 1% に上がるということで、この一般カードはですね選ぶコースによって還元率が変わってきてしまうんですよね。この ANA 東急クラブ級クレジットカードを、メインカードにされて、こちらでねクレジットカード決済をね貯めていきたいっていう方は応募10マイルコースをお勧めします。でもしね今ねポイントサイトから ANA マイルにね交換する、最大の還元率を誇っているのがこの ANA 東急クラブ級クレジットカードが、75% でねポイントサイトから、交換ができるわけなんですけども、もしポイントサイトからのポイントを交換するためだけにね、このクレジットカードを発行するのであれば、簡単に言うとメインカードにならないっていうことは、利用しないですよね、ほとんど。でしたら自動5マイルコースでいいかなっていう感じなんですよね。で次に、メインカードにされて、これでクレジットカードをね、ガンガン切って、ポイントを貯めたいっていう方は応募10マイルコースにしていただいて、先ほども言った通りね一般カードなので、ANA マイルのポイントの交換の移行手数料が年間6000円かかってしまいますので、これ6000円かかるじゃないですか年間。でこれ自動10マイルコースにしちゃうと、使った分だけねどんどん交換されて、ポイントが大して交換するポイントがなかったとしても年間の移行手数料かかってしまいますんで、
でしたら応募10マイルコースにしていただいて、ポイント自体のね有効期限は2年間ありますんで、その2年間の間でね、ポイントを貯めるだけ貯めて、まあ、有効期限を迎える前にポイントを移行っていう感じにすれば、2年に1回ね交換できるのであれば、まあ、年間のこの6000円っていう移行手数料も2年で1回で済みますんで、まあ、そういう感じでね、利用していただけたらなと思うんですよね。で、まあ、注意していただきたいのは、有効期限がね2年間しかありませんので、ってなるとポイント失効の恐れがありますよね。ですので、まあ、その点だけはね注意していただけたらなと思います。このポイント交換がね、まあ、面倒だっていう方もね、まあ、いらっしゃると思うんですけども、もしねどうしても面倒でね、まあ、自動10マイルコースにね、まあ、しといた方がね、本当に面倒くさくて、まあ、忘れてしまうっていう方はですね、自動10マイルコースでもね、まあ、いいかなとは思うんですけども、まあ、執行するよりかはまあいいですよね。まあ、ですけどもですね、 ANA の、三井住友カードを発行しているクレジットカードのポイントは、通常ポイントとプレミアムボーナスポイントっていうのね分かれてるんですよね。で、この今まで話させていただいたのは、全部通常ポイントの話なんですよね。で、それ以外にもプレミアムボーナスポイントっていうのがありまして、まあ、このポイントはね、マイペースイボのボーナスポイントとか、そういうのでね溜まっていくポイントなんですけども、こちら1ポイント3マイルで交換できるんですけども、これね自動で移行してくれないんですよ。ですので、まあ、結局通常ポイントはね自動移行を選択すればね勝手に ANA マイルに交換してってくれるんですけども、これプレミアムボーナスポイントがね溜まってった時に、まあ、結局自分でね移行しなきゃいけないんで、ってなるとですね、まあ、結局インターネットのサイトのマイページとかね開いてやんなきゃいけないんで、まあ、私個人的にはですね、まあ、どうにかちょっと面倒くさい部分を抑えて、応募10マイルコースでね利用していただけたらなと思うわけなんですよね。まあ、結局、まあ、開かなきゃいけないんだったらねこっちでいいんじゃないかなと思います。次にね、この三井住友カードのポイント制度がね、まあ、若干変更になるということで、まあ、還元率はね今まで通り変わんないんですよ。ですけども、今までね1000円使うと1ポイントっていう感じでね付与されてたわけなんですけども、その1ポイントはね、まあ、5円相当の価値ということで、まあ、これも分からにづらい部分であったんですけど、まあ、1000円で1ポイントがまあ付与されてたクレジットカードっていう感じで、まあ、これが6月からね変更になるんですよね。200円につき1ポイントっていう風になりますんで、まあ、これがどういうことかというと、まあ、今までは999円以内の決済ではまあポイントがつかなかったわけですよね。ですけども、まあ、これからですね200円以上ならまあポイントがつくということで、まあ、還元率は全く変わらないんですけども、まあ、ポイントがね付与されやすくなったっていう感じでね、変わるわけなんですよね。で、次にですね、クレジットカードの発行手順ですね、まあ、こちら ANA の、ね、クレジットカードとなりますので、もし ANA の、クレジットカードを初めて発行されるっていう方は、 ANA ではマイ友プログラムっていうね初めての人限定でね ANA のホームページで既存の ANA のクレジットカードを持っている方から、まあ、紹介を受けてね、発行すると無条件で500マイルもらえる制度があるんですよね。まあ、これカードの、グレードによってねもらえるマイルは変わるんですけども、まあ、ぜひねこれもらえるだけですので、周りにね ANA のクレジットカードを持ってる方いないかね、ぜひ探していただいて、もしいらっしゃらない場合はね、まあ、私からね、紹介させていただいたりはねっていうのは冗談ですけども、ひとまずね周りに ANA のねクレジットカードを持ってる方いらっしゃらないかね、確認するようにしてください。で、次にね、今日のこの動画の最初の方で言いましたけども、今ポイントサイトの案件で今までね300円とか600円とかね、まあ、そういうレベルだったんですよね、この ANA 東急クラブ級クレジットカードって。なんですけども、こちらね5月の6日まで、2100円分までねポイント上がってますんで、まあ、かなり上がりましたよね。昔600円とかだったらね3倍以上ですからね。ですので、もしねこれから ANA マイルね貯めていきたいっていう方はですね、こちらね今がチャンスかもしれないですね。昨年ねソラチカルートが閉鎖して東急ルートがメインになったわけですけども、まあ、そこでね一気に殺到してクレジットカード発行されてですね、ほとんどクレジットカードのこの案件なかったんですけども、まあ、最近になってね復活してきてとうとう2000もね超えてきましたんで、まあ、今がねチャンスかなっていう感じなんですよね。
で次にね、 ANA 側で今キャンペーンをやっておりまして、こちら6月30日までのキャンペーンなんですけども、新規でね ANA のクレジットカード発行された方のみ対象なんですけども、でこちらエントリーが必須っていうキャンペーンになりますんで、あの概要欄にね、こちら載せておきますんで、あのエントリーはね確実にするようにしてください。まずね2月31日までに ANA 登場で1000マイル、次ねクレジットカード利用で、マイルがもらえます。20万円から50万円未満で3000マイル、50万円以上、100万円未満で1万マイル、100万円以上利用で2万7000マイルがね、もらえるキャンペーンとなっております。さらにね ANA カードファミリーマイル登録で500マイルっていう風になっております。でねこちら、今言ったねやつを、全てね合計すると、マイトムプログラムで500マイル、ポイントサイトから2100円分を、東急ルートで交換して1575マイル、入会ボーナスで1000マイル、 ANA 登場のキャンペーンで、1000マイル、クレジットカード利用で、100万円、最大で2万7000マイル、ANA カードファミリーマイル、登録で、500マイルっていう風になっておりますので、合計で3万1575マイルっていう風になっておりますんで、まあ、結構ねあの利用する機会がね今後クレジットカードあるのであれば、まあ、かなりねマイルが貯まるキャンペーンとなっておりますんで、もしこれからねこのクレジットカード発行するのであれば、ぜひね積極的に狙っていただきたいなと思います。エントリーが必須のキャンペーンになっておりますからね、その点だけは注意してください。あと1万マイルね貯めることができればね、東京ニューヨークねエコノミークラスですけども、特典航空券ね発行することができますんで、ちょっとねすぐにはいけないですけども、今後ね利用することができますんで、これからクレジットカード発行される方はね、ぜひ積極的に狙ってみてはいかがでしょうか。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。